銀行の通帳みたいな夕暮れなものかな。そう、新しくなった。はい、時間は5時半です、はい、ちょっとブラブラ、はい、お散歩してみましょうか。ね、あ、蜜丈もある、桃も閉まるね。そうそうそう、ほら、ここね、かりゆし、かりゆしウェアとかがね、上原さん。ね、多いね。うん、ほら、いるもん、わさわさ。ちょっと見せるよ、高速市場の下もちょっと、うん、あ、もう時間的に今ちょっと少ないね。あ、いないいない、ほら、ね、いない。だってもう今もう、うん、だってもうご飯食べに行くか行こうかなっていう時間だもん、ほら。こんにちは。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ここがね、一番お客さん多いんだよね、ここね。勢いのあるお土産屋さん、うんね、ここはもう、ここはもう有名です。いつもいっぱいです。あ、深田さんです。ね、アクセサリー屋さん、アクセサリー屋さん、ピタパナさん。そうだそうだ、え、あ、そう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 、はい。ね、石垣絶対的石垣村商店さん、あ、あの中曽根屋さんの、中曽根屋さん、これね、はいはい。同じ系列ですね。はい。これね、広いんだよね。これ。あ、ここはあの何、名前が、お店の名前が。これ？商店さん、はい、こんにちは。中曽根さんの奥さん、りっちゃんです。りっちゃん、りっちゃんですみたいな。わ、この前からね、なんかすごい気になってて、はい、はい、すごい黒くなりましたね。そうですね、こっちの木口でね、なんかこう流れていくんですよね。ああ、なるほど。なるほど。じゃあ、あのおすすめの、はい、この新アナゴバッグからいきましょうね。すっごい明るい。チンアナゴが可愛いね。チンアナゴ。かわいい。石垣いないんだよね、チンアナゴ。いないんだ。うん、いないな。はい、消毒してください。ね、もう中曽根さんはね、もう パナの曲ガンガン流れてるお店。あ、雑貨屋さん。すごい明るい。すごい。かわいい。ちょっと手に取っていいかな。これ箱がね、がまぶつ。あ、本当だ。ね、紙ポーチ。かわいいね。あ、いっぱいある。ね、箱がみだ。箱がみ。これほら、クイナ。うん、本当だ。ほら、クイナ。クイナ、これは何クイナ？白腹じゃないね。違う違う、これヤンバルクイナだね。うん。これあ、なんだっけ、これ瓶型？うん？な、瓶型？一応瓶型。これどうなのかな。すごいすごいすごい。猫ちゃん、猫ちゃんが可愛いさ、これ。すごい。いっぱい、うん、店内が明るくてさ、うん、やっぱ雑貨がいっぱい。うん。うん。
ちゃんとしっかりミンサーも。ああ、ミンサーね。もうミンサーはもうね、石垣ですもんね。ほら、この柄。この柄はもう、いつの世も。この柄もですね、やっぱりさ、これがさ、ああ、海みたいなんでね。海をすごいイメージしてるから、なんか、この色合いが一番好きかも。確かに、確かに。うん、バッグもある、エコバッグもある、すごい、いろいろこの辺にしてんだ、ほら、ジャムとか、本当だ、あ、ここにやってんだ、あ、ほら、コーヒーの素これはね、これはコーヒー、黒糖コーヒーって本当だ、パチミツ生姜とかすごい、いろいろある、へー、すごい、すごい、やっぱ陶器とかもある、うん、ヤチムン缶、違うね、これ缶でヤチムンが、ヤチムン箸焼き、ヤチムンって焼き物ってことだね、これ可愛いね、ハトル先生起きだよ、え、そうそう、あ、ほんとだ、そうそう、こうやってハトル先生を吊るしながら、花瓶かと思った、可愛いね、うん、ほら、大ごまだ、まあ、これいいんじゃない、あの夏終わって先生使わないときは花瓶にしても、ね、おお。ねえ、これはもう石垣の定番でしょ、うん、ね、私こういうイビスな形好きだな、あ、これいいじゃん、渋い渋い渋い、ね、うん、このミンサー柄がね、きれでも綺麗、色が、うん、やっぱほら、あの明るくしてあるから、うん、物がすごい綺麗に見えるね、うん、ほら、すごいもう、ね、おしゃれ、うん、なんかやちみんがいいね、なんかいいデザインがすごくて、うん、これ、いいじゃん、元気クールね、はいはいはい、あ、こっち牛乳こっち牛乳、なんかエコバッグのやつだ、あれか、ビニール製だの、いいちゃいいな、なんかね、なんか可愛いな、うんうん、こういうの今ウケるんだよな、すごい、何でもみんなアイデアだね、 T シャツとかもある、ここはもう雑貨が主ですよね、ここにちょっとなんかキーとかいろいろありましたけど、いいやつをいいやつをいいやつを、おいしいやつね、おいしいティーとかね、へぇ、これ化粧水、これはあのちょっと日焼けした後のヘアですね、あ、そうなんだ、ちょっと抑える感じ、頭の先から、はい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 、アロエのあれなんで、コーヒーにしてもいい、頭からうん、ね、こんなところなんかデザインが面白い、ねえ、かわいいね、ねえ、すごい、あれ、イメージですね、あ、これ、ここキャップ、そうです、こちらからポン、ね、あ、確かに、あれ、ね、あれの葉っぱでね、色とあの形はアロエをイメージしてる、なるほど、やっぱね、ほら、石垣はね、日差しが強いから、うん、やっぱこれアロエとかも絶対やんないとね、もう火傷するもんね、あの赤いうちにやったらですよね、ですです、それにね、マナティは観光客がね、はい、真っ赤になって痛そうじゃない、そうそう、これ前あのピスタを置いてたんでつけてあげたりしました、ね、ちょっと割れてしまったんですけど、これ何、ハブ油って何、あのハブの油、ハブの油、これ何に効くの、やけどとか傷とかにも効くんですね、壁面ですね、やけどに、もうあっち、内地のあっちではガマだと、ガマ油、やっぱ石垣ってなんてハブでしょ、ね、ハブの油売り、油まあまあ保湿だもんね、やけどとかいいんだろうね、やっぱり、うん、すごいね、この師団揃え、もう何、
全部揃ってるやん、なんか化粧水からね。やっぱこれはもうあれですよね、 沖縄のその会社が作ってるんですよね。ですよね。ほらすごいもん。知らんか、これは隣の。あ、はいはい。あ、そうなんだ。すごいな。お、びっくり。なんでここにパンがあるんかなと思ったら違うな。これは買い、ん？ボディじゃないですか。ですよ。な、あ、やっぱ海綿だ、うん、これがあれだよね、こんにゃくスポンジだよね。結構こんにゃくスポンジいいって言うけど、お、すごい、もう何、うん、女性がすごい喜びそうなお店、うん、なんか俺カミングアウトしたくなるな。スクラブってスクラブ老廃物ない？もう俺は老廃物だらけ、ね、うん、ですよね。最近あれよね、あの沖縄企業がいっぱいいろんなもの作ってるやんか、うん、大きな会社から個人 の、ね、うん、あのお店から、うん、なんかすごいわ、ベビーシップ、ゴーヤ、コクト、コクシマイとかね、口がすごい石鹸だよね、うん、ジビール石鹸もあるすごいな、だってジビール言ってたじゃん、ミネラルじゃん、なんかほら、うん、あれがすごい、うん、すごい栄養があるって言ったから、ビールは飲まないですね。ビールじゃなくてそっちだ、やっぱな、中からここにあんた地ビール石鹸を置いてあったっていうことだけでもちょっと方向性があんた変わってるから、ね、君たすごいけど、ビールはやっぱり中から普通かな。あ、やっぱ石鹸すごいね、石鹸すごいね、いっぱいあるね。ね、あ、あのクチャ、これあのクチャっていうのだけは知ってる、うん、もうまあ、これ有名だよね、土だけどね、うん、今の土、はいはい、あの粘土みたいなね、そうそうそう、あのドローってしたやつね、うん、あ、こっちはもうあれだ、うん、ガラスだ、うん、知ってる、きれい、電化元気ってなんかコマーシャルしてるの分かる、知らん。でもこれあのジョッキのさ、うん、ジョッキ代わりにしてうちで飲めばすごく美味しそうな感じ。方法が4段階もあるんだよ。あ、そうなんだ。こういう、こういうの、こういうの好き。うん、うん、かっこいい。あ、これ見て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 。あ、箱が目だ。迫る、箱が目って。ごめんね。いいこれ何か、ヘアピンか、ヘアピンだ。俺ね、今ね、かんざしって言いかけたわ。私も一瞬かんざしかと思った。どんだけの時代やねんって、うん、いいね、すごい、見てるだけで楽しくなるわ、ここ、うん、いろいろすっごいありすぎる、うん、うん、すごい品揃えですね。しかし、これ、いつからオープンでした？こう広くなったな、11月に入ってからですね。11月、そうですね、前、10月の後半ぐらいですね。12月1日ちゃんとやってたので、うん、準備されてましたもんね、いろいろね。すごい楽しみにしてます。ある日突然さ広くなったから、ね、なんだろうってすっげえびっくりしたもん。何が始まるのかなとか思いながら、わ、でもほら入り口にさこんな明るいお店がポッてオープンしたら、ね、ほら明るく見えるから、ね、夕暮れながモールが明るく見えたらいいよ ねピーターマグネットが可愛いさ、可愛いさ、可愛いさ、スイッチに出てしまう、可愛いさって
すごいすごい。T シャツとかもいっぱいある。いつ無視されてるの。ね、もう入り口だからもうどんどん入ってきて、こっから皆さん入ってきてね。ちょっと賑やかになってきたんでね。どうだったかな。これから楽しみです。もう来年からガンガン、もうガンガン頑張ってくださいね。はい。はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ちょっとずるっと。ね。入り口にあるからさ、なんかすごいいいよね。入り口からこういう明るいとこだと。ごめん、遠くだと思ったら遠く。貯金箱。貯金箱ね。スパムのね、そう、これでお金を貯めてスパムを買いましょう。楽しい、楽しい、楽しいね。すっごい綺麗なお店、うん、もう皆さん来てください。夕暮れのモールの新店舗紹介、新店舗紹介、うん、ブラブラお散歩でした。はい、もうね、来月から、ね、もうガンガン、もう結構多いです。今夕方6時ぐらいなんですけど、ね、そうね、人がお腹はさ、雨が始めてるんで、ね、もう楽しみなお店も一つ増えたし、皆さん来てください、ね、皆さん、はい、楽しみに待ってます。はい、来てねー。